します。今日は、みんなとですね、トマトの勉強をしたいと思います。トマトが嫌いな子も、なんかあの時勉強したトマト美味しかったねとか、あの時勉強したトマトのことを思い出しながらまた食べられるようになってもらったら嬉しいなと思って、そんな授業ができればと思っています。1年、2番、約20年、3番、100年。正解は2番、20年。これがトマトの種です。あれを巻くとこういうのが生えてきて、でこういう花が咲いて、でこの花からですね、こうだんだんと大きくなって実がなっていく。食べましょう。はい、あ、じゃあ食べましょう、みんなでね。やったー。今からみんなのテーブルに配っていきますので、みんなで食べましょう。ちょっと待ってくださいね。はい、それでは西垣さん、はい、貴重なお話をどうもありがとうございました。せーの、いただきます。どうぞ。食べてください。ほら、よく知っている人として桃太郎トマトマスターの認定証をお渡ししたいと思います。今日勉強したことをぜひお友達やご家族にもね、教えてあげてください。どうぞ。ありがとうございます。後半の、ね、授業はね、桃太郎トマトの学校の調理実習を行っていきたいと思います。みんないっぱい勉強してきましたか？でこれからはちょっとトマトを使ったお料理にみんなでねチャレンジしていただきたいと思います。頑張りましょう。今日はトマト牛丼っていうのを作ります。
マト嫌いだったんですけど、少し美味しくなりました。小学校に行ってですね、今日もそうだったんですけど、嫌いだって言ってた子がですね、やはりいろんなことを知ることで、地元でたくさんトマトが作られてるとかですね、このような花が咲いてこのような実をつけるということを知ることで、実際にじっくり味わってみると、あ、食べられたっていうことができるので、嫌いだった子も食べられるようになったっていうのが授業をやっていての大きな成果じゃないかなと思ってます。今までですね、北海道、東北、関東地方、九州、四国、中四国とやってきてますけれども、まだやっていない都道府県もありますので、そういったところも含めて広めていきたいなというふうに考えております。おいしいトマトは桃